はい、千里先生、岩手です。今ですね、はい、ツイッターで、はい、自殺するということで、言ってきてる人いるんですよ。それどうしたらいいんですかね。わかんない。自分がもち見てるわけじゃないからね。ああ、そうなんですか。あなたが、ツイッターって私よくわかんないんだけど、繋がってる人なの？いや、そういうことでもないんですよ。ただ、ツイッターの、タイムラインで流れてきたんで、で、1月1日に自殺するという、ことをですね、まあ言ってるわけなんですけども、うん、そういったのって、具体的にどこに通報したらいいんですかね？ただ、その人が通報を望んでるかどうかですよね。問題は。通報を望んでるかどうか。うん、ただメッセージとしてそれを載せただけでそこまで望んでるかどうかわかんないですよね、文面からだと。はい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 、うん、じゃあどうすればいいんですか。いや、もう私もいきなり電話で聞かれてもね、うん、どうしたんですかぐらいしか、正直ツイッターじゃなくても自殺したいって来たら、あなただったらどう答えます、どう聞き対応します。警察ですかね。うん、あなたがもし逆に、そう書いて、じゃあ警察に通報しますかって言われたらどう思いますかってこともあるんだよね。どう思いますか。いや、別にどうも思わないんですけど。ああ、そうなんだ。いや、ただその、だから命の電話っていうことで、うん、あなたたちはその対応なわけでしょ。ただツイッター、間接的だとできないですよね。ああ、間接的じゃできないですね。できないですよね。電話だから私たちは、うん。はいはいはい。そこの限界もあるわけで、どうしましょうかって言われても。じゃあサイバーテロとかの、時はどうするんですか。それはわからない。警察ですか。いやいや、だからそういういきなり本題から外れてこと言われてもわかんないですよね。なるほど。うん。うん、申し訳ない、うん。じゃあ、もう止められないってことですかね。もしするとしたら。あなた止められないですか。あなたはどうしたいですか。うん、止めたいですよ。だから今電話してるんですけど、そちらに。だったら電話するよりどうして死にたいと思ってるんですかってメッセージ書いた方が。いや、もう書きました。あ、だったらそれでいいんじゃないですか。それでいいですか。相手がどう出てくるか分かんないじゃないですか、だって。私にこう聞かれても。私に聞かれてもって、あなたそれで、そういう対応してないんですか？そちらでは。ツイッターとかやってるんです。電話だけです、あくまで。はぁ。うん。はははは。はい。で、命の、何でしたっけ？命の電話でしたっけ？ん？あなたの。あなたは。ん？こちらに？あなたが、ええ、かけてきたから分かってますよね。自殺防止センターですよ。自殺防止センターですよね。うん。でそういう、ことは来ないんですか？今までで。ツイッターでやってないから来ないし、間接的に来ることは、ツイッターでそういうのがあったからって問い合わせ来たことはないです。初めてです。あ、じゃあ、ツイッターとかだと、一切ないと。ツイッターやってないですから、ないですね。ああ、なるほど、なるほど。対応できしてないですからってこと、わかりました。